2023年8月22日15時4分、まあ、先ほど裁判所や警察署等々へ行って、まあ、などなどとも読むんですが、まあ、帰り、電車乗ってる時に、そこそこの雨が降りました。まあ、もう晴れてきたんで、空見て、まあ、なんとなしに、ああ、そうなんだなっていうことを理解していただいた。ちょっとね、地面乾いてるんで、少なくともね、有馬口ぐらいまでは確実、有馬口に着いた頃にはもう雨上がってたかな。谷上から、東大手前ぐらい、まあ時間に換算して10分あるかないかな、まとまった雨ですね。まあ、基本的に谷上ぐらいから雨降らさなかったら、水源地に水を貯水しなかったら意味ないんですよね。飲み水とかとして利用できないから、まあ結局そういうことです。あの、昨日も報道ステーションで言っておきました。夏場に雨を降らすって。まあ、テレビに向かって言う方法ですけど。さっきだいぶ怒ってらっしゃいましたけども、以前も僕に声かけてきましたよね。淡井圭介本人です。すいません、もうこれ以上言うなら警察通報しますんで。2月、8月の、22日。あなたたちの方から後ろから声かけてる。誰が言うたんやろうが。ほら、もう喋りかけ。ダバン淡井さん、だからごめんね、知らないから、あなた本当にナチュラルで間違えるか、だよ、ね、こっち男性、そっちが女性、じゃあ心配してるからこっちも心配なんかこっちが人の心配してるよ、全人類の命かかってるよ、原油の残存量問題、シェールオイルとかちゃう、ホームページ、僕のホームページ書いてる、みんな見てほしい、シェールオイル、シェールガスなんか昔から掘ってる、もう50年もガスないの、ガソリンの揮発したもの 7割が天然ガス、本当の話や。皆さんこんにちは、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介、本日8月22日、16時12分、まあ、2023年です。本日、まあ、神戸地裁へ行きまして、まあ、書類を提出しようと思ってだったんですけども、まあ高等裁判所の方に、まあもちろん僕は即時抗告したんですけども、まあ令和5年括弧空括弧閉じる17ということで、今現在対応中です。あの書記官や、裁判官の方が。で、まあ、以前私が、一応高等裁判所の窓口の方に聞いたんですけども、高等裁判所から上は全て刑事事件であると、いやじゃあ地裁から上ですねと聞いたはずなんですけども、まあちゃんと今回民事ということで、いや高裁ですということで、おっしゃっていただいています。まあ私の意見で以前それをそこの窓口で言ってだから、こう前後後先がこれみんな自分が何を言ったかとかで変わってるのかもしれないです。だから僕もちょっとね、あんまり、もちろん法改正もあるにはあるのでわからないんですよ、本当に。はっきりと、年金だって本当は60歳から支給されます。平成20年の六法全書では65歳からになったんですよ、本当に。平成12年の頃にマクロスライド経済ということで、法律の世界でしっかりと法改正一回されたんですよ、65歳から年金の支給が。だけどもう一回、あ、それは違うわっていうことで、60歳に直してるんですよ。だから本当にルールが変わったりするんで、その都度その都度、聞いてみないことにはわからないですし、そもそもいろんな件で、これ今の裁判所の方の件ではないんですけども、例えば、この間の低所得者への3万円の給付金も、区役所のね、公職印象、その公務員の、証である、その証明書をお持ちの方でも、何ですかそれはということだったんですよ。で、いや、ここにいる人みんなそんな話知らないですっていうことだったんです。別に届けてるわけじゃないんですよ。
上から何も、いや、市役所からとか何も通達来てないですかって聞いたら、いや、来てませんっていうことで、これが7月の声、その後、3万円の給付はいつからか決まって、それで、もしかしたら、もう今は、その3万円の給付金あるからっていうことで、今頃聞いてるかもしれませんけども、正直、みんなよくわからないんですよ。何がどうなってるのか。本当に。大真面目な話で。その後僕も、上から連絡来ましたんで、とか、まあ、向こうだってね、いちいちそういうことで電話かけてこれないじゃないですか。だから、まあ、どうしてもそうなる部分あるかとは思うんですけども、まあ、僕もテレビ局の人たちに、いや、地裁以上は刑事事件って、いや、この間、高等裁判所の窓口って聞いてきましたけど、やっぱりそうでしょ？っていうことを聞いて、僕も、いや、葵さんが窓口でちゃんと聞きに行ったって言ってるっていうことで、1年前から2年前から、まあ、それぐらいの頃に、正直、私も、しっかりと、わからないといえばわからないんです。それこそ、民事での高等裁判所はダメっていう法律ってありましたっけっていう話、本当になるんです。こんだけ、法律名なんか求められたら、本当に六法全書だけで読み込むのに、本当に3日ぐらいは絶対必要です。で、本当はね、現行法規と現代日本法規の方も読まなきゃならないといえば、本当はならないんです。本当は流刑とかは向こうの方ですから、その現行法規や現代日本法規の方に。六法全書にはまず載ることがないです。海外への島流しね。要するにね、横領事件とかスタジアムの話とか今までしたじゃないですか。で、やんわりと、別に大谷翔平を悪者にしようとしてませんよ。みんなも、彼らを応援したじゃないですか。応援したじゃないですか。メジャーリーグへ行く挑戦の件でね。だからみんなそれぞれ視聴者という大量のファンが日本代表戦であれだけ高い視聴率を獲得したんだから、みんな見たかったんですよねっていう話になるじゃないですか。だから、本当は、その日本ハムも余計なドームをもう一個作ったから、多分、経営者が悪いはず、会社。これ、なぜ翔平が島流しになるんですよ、本当に本当に。海外のサッカー留学とか、本当はね、スタジアム全部国の持ち物、みんなの税金、本当に最初から、作った瞬間絶対倒産してるんです。本当に。民間企業だと。ものすごい横領事件っていうことになるんですよ。だから、潔く自分から海外への出稼ぎみたいな形になるんですけども、これ国家間で考えたら、そんなに厳しい内容じゃなかったとしてもね、この人そんな、テレビであれだけサッカーしといて、海外のチームへって、その他国の言語とか覚えながらね、しかも違う国から違う国行ったでしょ。あんなハードル高いこと、無理ですって。結婚できなくなる。自分の母国に帰ってきて、嫁さん探さなかったら、本当に結婚できなくなる。だから、僕からの助け舟で、長友選手っているじゃないですか。長友佑都選手。今、日本代表かどうかの問題的に、まあ、どうなのかなっていうのはあるかと思うんですけども、彼に関しては、僕の方から、まあ、こういう人いるけども、もう早く結婚した方がいいよって、もう力比べともほどほどでええからって、もうあんまり責任がそこまで持たんで、早く結婚せんかった。もう僕なんか、もうその頃ね、住んだ頃が40歳ぐらいかな、40手前かそれぐらいだったと思うんですけど、もう他にもそういう人いっぱいいます。会社で仕事をし始めて、大真面目であればあるほど法律とかしっかり分かってなかったら、抵抗力はないから、自分のことがほったらかしになるんですよ。自分の人生早く何とかしなきゃなんないのに。だからちょっとね、みんなそういうふうに、まあ、会社がマインドコントロールしてるとまでは言わないんですけども、会社って抜けるに抜けれない部分とかもあるじゃないですか。特に役員まで行った人たち。で、特に若い人たちには早く結婚しないと後から取り返し効かなくなるよっていう話もありますし、正直ね、40超えてる僕に結婚動向を持ちかける勇気ある人います？いないでしょう。だって、
僕、厚生年金ほとんどかけてないっていうこと、自分からしっかりと白状しますから、それ言わないまま、仮に誰かとお金持ってるふうに見せかけて、厚生年金しっかりとかけてきたように見せかけて結婚したところでトラブルなんでしょ？ね。だから、ちゃんと自分のことはしっかりと、白状しておかないと、もう絶対無理があるんですよ。最初から自分のことをしっかりと述べてなかったら。だから、できるだけ僕は自分のことを、言うようにはしています。で、別に誰もあまり聞いたりもしないんですけどね。これが現実です。一応、裁判番号はあって継続してということで、余計な、号もなくなったみたいです。485号だったじゃないですか。それが、なくなってますね。余計なものを少しでも、簡略化という方向で、とりあえず今のところ一つの文字では確認できましたけども、実はね、これ、10年以上前から同じパターンです。本当に。だから、自分では目標もね、普通裁判所に書類提出しに行った時の人間に後ろからごちゃごちゃ言うって思うじゃないですか。で、もう社会的な常識しっかりと伝えとかなあかんなって思って、こっちもああなってるよこうなってるよっていうことを言って、向こうは言い返してくるから、よく思い出した、この2人組以前も絡んできた連中だったわって思い出して、もう録音するからって言ったら、お前の方がすごく悪意違反やろ、このクソだわーって、僕どう見ても男性怒りすぎたら、もう言ってること本当にみんなめちゃくちゃになることあるから、もう特に2人組2対1ね、僕も今年46ね、ガリガリ食料事情もある、それ削りながら裁判してるから、本当に交通費とかかかるから。その辺のところね、向こうはね、これだけ僕ホームページ、あれだけみんなのことを考えて、あれだけエネルギーの残存量問題とか、いろんなことね、解決方法まで書いてるのに、お金のことばっかり考えるからやとか、言ってきてるんですよ、向こうは。ホームページちゃんと書いてある、エネルギーの残存量問題とかって言っていて、僕もね。一応、被害届みたいな形で行くだけ警察署には持って行ったんですけども、絡んできた2人組ね、一応、動画くっつけときますね。こちらも事情を世間に提示してなかったら、開示してなかったら、本当に、弁明できないじゃないですか。警察官の方は、この動画のままだったら、君がストーカー行為法違反を知るように見えてしまうっていう注意をされたんですね。その後、やっと警報、いろいろ言って、警報の人が やっと出てきてくれたんですけども、もしかしたら警報以上かもしれませんよ。身分証明書見せなかったら、本当にわからないから、見せても、いろんな警察署行って通報しに行っても、例えば有馬警察署だったら、もう今はもういないかもしれませんよ。竹中さんっていう人が2人いたんですよ。それだけでフルネームでもないのに、どちらも竹中さんってなるでしょう。仕事の効率や落ちるのもそのフルネームにしなかった。議員さんで捕まってるケースなんか、知事か市長の人と、普通の県議員か市議会の捕まってる人の名前が同姓同名で、漢字見たらちゃんと違う漢字なんですよ。だから本当は漢字表記まで持っていかなかったら、本当に誤解する人、誤解します。特にみんなテレビで寝転がってテレビとか見てたら、別にメモするとかそんなにする人なかなかいないじゃないですか。誰それさんだけが残ってしまった場合、選挙のポスターとか見た時に、おかしい、捕まった人間が 名前だけ見たら、なるでしょ、絶対に。だからね、できるだけもう分かる範囲だけで、もう本当に自分のことだけはもう頑張って、自分の名前と住所と電話を勇気持って、ちゃんと席に開示しましょうぐらいの根性を見せなかったら、絶対この人何か悪いことしてるわってなります、本当に。
法律もいろんなこといっぱい気づいたら 最低賃金法なんか歩合とかできたかとか、そんなもん最低賃金法に当たらめて考えて、それ逸脱したらどういう制度になるっていうことぐらい、それぐらいの判決ぐらい昔からテレビでニュースで放送してるからまあさすがにその件はね、構造裁判所内とか絶対間違いないと思いますよ。それ間違えられたらえらいことになりますよ。時間給100円とかの人出てきたらどうします、本当に無理でしょ、絶対そんな無茶苦茶な話上から命令でとかでって本当にケンシロウぐらい無茶苦茶な人を救世主として連れてこないかワンピースのルフィの話いるでしょう、絶対に。海賊行為彼はしてないんですよ、略奪行為をね、船で単に行ってるんです。本当は貿易とか命がけ、昔は帆船エンジンなんか本当はもともとはついてなかった、本当は漕ぐオールの方もついて体力ある人間が船出してちゃんと次どこの島があるからって曇っただけで星なんか本当分からなくなる。みんな昔いっぱい死んでますから本当に貿易で。ちゃんと中国と貿易できたのは、ちゃんと韓国と貿易できたのは、まず中国から説明しましょう。順番にね、鹿児島から鹿児島列島の島を中継して、次沖縄県の島中継して沖縄県行って、で、台湾近辺の沖縄県の、尖閣諸島のあたりのどか、あのあたりの島行って、たらもう多分台湾まで見ます。で、台湾まで行ったらもうあとは中国までは、とにかくまっすぐ進んだらなんとかなると。まあそういうような形で貿易してたんですよ。で、韓国とか、もともとは朝鮮半島という一つの国だったでしょ。だから貿易成り立ってたんですよ。昔の形でいくね。今はレーダーとか、いろんなものがあるから、海でね、遭難とかそういうことにならないから、もしかしたらなる人はなるかもしれませんよ。まあ本当に大ボケしたやつ人が燃料の量間違え、野球優勢の間違え、海上自衛隊とか海上保安庁に SOS、多分探したらあると思いますよ、人間のすることだから。本当にものすごく忙しい時とか、本当に人ではいなくて、本当に今ここ何とかせなあかんっていう時、本当に間違える時ある時はあるから、これだけねたくさん船出したら ない方が不思議かもしれない。だって海でね、座礁とかいっぱいしてるし、須磨海岸に流れ着いてるタンカーとか僕見ましたから、最初思ったんですよ。誰やこんなところに停泊したのって。本当に海上保安庁行かせなあかんって。台風で流されただけでした。民間人。追い込みかけてくるの話になっちゃうから、その人たちも本当は被害者頑張って、本当は、いっぱいいろんなことを覚えて、船乗りになって、レーダーとかいろんな海図とかいろんな地図とか他国の言語とか覚えてから、本当に行き先の国の言葉ある程度しとかないと、全部英語だけで通させても絶対無理。無理だから本当に英語を話せない人いっぱいいますから、本当に。で、そういうことです。本当にね、僕もそこまで鬼じゃないから、とにかくみんな裁判所に一旦出てきて、各自事情を述べて、今までどんなところで働いていたとか、どういう状況だったとか、誰が何を言い始めたとか、もうそういう人、世間にテレビで放送しながらちょっとしましょう。そうじゃなかったら、無理ですって、この世の中。だって湾岸線5000億かけて人口少なくなってるのに、もともと神戸の近くは、もともと大阪の USJ 行くときよ。若い頃、僕、20歳過ぎぐらいの頃、車の一時期乗ってた時あったんですよ、通勤に通だったから。その山の中、仕事が楽しい。歩いてなんか絶対無理、本当に無理。着いた頃に日が昼過ぎるか夕方ぐらいになる、途中で休まんと絶対無理。行って今度帰って最悪日付変わる、車ないと絶対無理。もう鼻気ありましたけども今。
えらい目あったんですよ、そこでも本当に。そしたら働いてて、店長の課長が実は警察官だったって。このむちゃくちゃな話。もうね、本当。じゃあ本当に。もう自分たちがこの人の立場だったらっていうことと、過去警察官が、ほんまや、無理あるわっていうこと、わかるから、まずそこから始めなかったらダメだし、で、とりあえずね、会社の役員さんとか議員さんとかで、もう明らかに認知能力なくなってる、絶対降ろさなきゃ無理ですって、昨日もいつの映像かわかりませんけど、報道番組で、森元総理が、杖ついて国会歩いてた映像で、他の方が、片膝つきながら、丁寧に、まあ、帰っていただくというか、お連れするというか、まあ、そういうものも、いや、もう、誰か付き添わなかったら、もう、杖ついてるから、階段、本当に、本当に。エレベーターあるのかどうか、僕、知らないです、本当に、今回は。あんまり高さないから。で、まあ、とにもかくにも、そういうわけです。以上です。